三池藤井月様お元気ですか？私は元気です。そのへんてこな手紙が私の元に届いたのは3月初めのことだった。それが山田さんちやったら手紙は届かへんねん。ちゅうことやで、こいつほんまに藤井月っちゅうことかな。実は私が中学の頃、同じクラスに同姓同名の男子がいたんです。どう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 、はいはいはい、おい藤井やめろ。どうかもう少しお話を聞かせてください。あなたの思い出を分けてください。中学生の子にやきもち焼くの？そうですよ。変ですか？変よ。その人と藤井さん。いつきって言うな。お前と同じ名前だ。嘘。探してみよう、もう一人の藤井月。